全国のミリタリーファンの皆さんごきげんよう、戦国武将だ。今回は、ブレイクスルーの攻撃側で、看護兵、を使ってプレイしていくぞ。ちなみに、BFV で私が一番苦手な陛下でもある。昨日のアンロックもできていないので、いつものごとく、雑なプレイを垂れ流すことご容赦いただきたい。さて、そんな中ではあるが、早速解説の方を進めていこうかと思うよ。現在、攻略目標のアルファ地点に決死の覚悟で、友軍歩兵が突入したので、私も、煙幕を張って敵の射線を切りながら、拠点内に侵入していくぞ。看護兵の使用する武器は、サブマシンガンなので、高戦距離に注意が必要です。近距離戦に特化したものは、中距離以降の戦闘には不向きだったり、逆に、中距離でも戦える性能を持った武器では近距離で撃ち負けることもあったりするので、看護兵で活躍するには、それなりの技量が求められるのだ。しかし、前線で味方を回復、蘇生できたり、全兵下中、ただ一人だけ無限に回復パックが使えるので、さながらドラクエの神父のように、すべての歩兵がお世話になるほど、重要な兵下なのだ。投入戦力に限りがある攻撃側では、特に、看護兵の活躍次第で戦況は変わりますからね。味方の補給線を維持する、援護兵、全軍の指揮を預かるのが、看護兵、だと私は思うよ。さて、もう少しでアルファ地点の制圧が完了するな。少々手こずりましたが、お味方さんの援護もあり、一度突入してしまえば、あっさり攻め落とせましたね。そうだな、このゲームは拠点内に攻め入るまでが大変だからな。射兵もろくに取れないような場所を移動するとき、歩兵は、機関銃の砲火にさらされることとなるのだが、狙撃兵や、機関銃種の射線を切るために、看護兵のスモークグレネードが重要となってくるのだ。防衛側は、我々を迎え撃つために、思考を凝らして、キルゾーンを形成している。さらには、倒れた友軍兵士を起こす、看護兵を狙って待ち構えていることが多い。しかし、スモークグレネードは、そんな悩みを一発で解決してくれるぞ。回復や蘇生に追われて、受動的に看護兵をプレイしがちになるのだが、実は、この看護兵こそが攻撃側の要なのだ。前線を支える看護兵の活躍こそ、攻撃側の要点突破を成功に導くのだ。古参兵であれば看護兵が放った煙幕を最大限利用し戦ってくれるので、スコアとして還元されず、その活躍が戦績として残ったりはしないのだが、要所に放たれたスモークグレネードが、拠点攻略を成功に導く、大事な一手であるのは間違いないね。後方から敵を狙う狙撃兵は、射線を切られたら何もできませんからね。さて、友軍が通路を確保した。しかし、戦力ゲージではこちらが負けている。ということは、もう片方の通路に回ればいいのだな。裏取りタイムというわけですね。赤子を殺すより楽な作業よ。さて、味方さんが包囲してくれているので、ちゃっちゃと裏取りしてこの拠点も取っちゃうぞ。あれ、でも今使ってる武器、昨日アンロックしてないのでレイト低いままですよ。最終的に、勝てばよかろうなのだ。貴様このゲームやり込んでるな。よろしく。あ、ダメだわ。もうこうなったらどうしようもねえわ。ガニ股で取り返せるもんじゃねえわ。はぁ、すっとしたぜ。誰だ？俺が最後に見せるのは、代々受け継いだ未来に託すゼペリ魂だ！人間の魂だ！シーザー！シーザー。シャボン玉のように華麗で儚き男よ。さて、なかなか中央を占拠することができないので、近距離番長のスモイ君を持ち出してきたよ。こいつにかかれば近距離の敵は一瞬で解ける、相談数の多さもあって、今作人気の銃だね。高レート武器というのは反動も大きそうですね。祈りながら戦うスタイルになってくる。そう、まるでバトル文句さながらのプレイスタイルだ。足音が聞こえるな。どれ、スモイの詐欺にしてくれるわ。ボラ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 分隊級アシスト、分隊インサンナイスカバーです。こんな感じで、無策に突っ込んでも、なんとかなるくらい強い武器だ。おすすめだよ。さて、今度は、スモイ、があるんだ。私の蛮勇を見せてやろうじゃないか。レーダーの反応を見て友軍兵士も続々と拠点内に突入しています。よし、私はここで敵を待ち受ける。角待ちならぬ弾薬箱待ちだな。丁寧に煙幕まで焚いて、待ち伏せする気満々じゃないですか。仮に味方の兵士が死んでも私が死ななければ大丈夫なのだ。はい、そして二人目いただきました。近距離、スモイ、は凶悪だぞ。制圧が完了しそうですね。お味方さんたちもナイスです。お、またまた足音。アリーベテルチ少し前のアップデート以降足音がやたら聞こえるようになったね。これのおかげで、さらにガンマチが強くなったよ。敵中深くに潜り込んで戦うのも楽になった気がするぞ。ガンマチとか、角マチっていうのは、大悪プレイとして嫌われていますけどね。叩きたくなる気持ちはわかるんだけど、防衛側のメリットこそ、不意打ちだからねー。敵中深くに潜り込んで、弾薬箱や医療箱の陰に隠れて待ち伏せとか、攻撃側でもガンマチができたりするので、やられたらやり返すくらいの気持ちで戦っていこう。さて、実は今回の動画構成で、終盤に新コーナーを設けてあるぞ。何か来るかは動画終盤までお楽しみに。敵の旗を取りに行け！兵士、黙々ロードを作って、と、友軍兵士がなかなか進めないときは、看護兵の突撃だ。要は、2
常に初心の戦闘にあり。ヤマト魂を見せてやる。攻撃されている。応援頼む。行くぞ。ついてこい。姿勢を低くしろ。Cover me, I'm reloading。敵地を攻撃せよ。ここは安全だ。我らの勇気は奴らの比ではない。次の歩兵隊を発見。撃てー。さよなら。敵の強固な防衛線に阻まれて、なかなかアルファ拠点攻略ができなかったので、ひとたびブラボー地点を攻め落とし、我々は敵を挟み込んで戦うことにしたよ。さて、ここで少し戦術的な解説をしていこうかと思うよ。中国の兵法書には飛行と徐行という戦いの上で最も基本的な傭兵術が書かれているんだけど、大人数で戦うバトルフィールドシリーズにおいて、この飛行と徐行を知ることが重要だったりする。飛行とは簡単に言えば主力部隊のことなのだが、古代中国では軍の指揮系統を細かく設定し、各隊の長が能動的に動くことによって、数万にも及ぶ巨大な軍でさえ効率よく動かしていたんだ。じゃあ主力部隊と副戦力という意味なのかというと、話はそこまで単純なものではないのだ。飛行とは展開する敵戦力とぶつかる、いわば集中して総攻撃をかける部隊のことを指すのだ。つまり拠点攻撃の場合であれば、飛行を担当する部隊は包囲、突破、迂回と戦術を用いながら戦うのだ。拠点制圧という戦略的勝利、これを達成するためにあらゆる手を尽くし挑む部隊のことだね。しかし当然防御側も対処に当たるので、戦線は膠着し消耗戦へ突入してしまうのだ。そこで防衛側がどうして戦線を維持できるのかということに注目してみたわけだ。防衛側は拠点内に部隊を展開させ、おのおのが効率よく敵を迎え撃っている穴の開いた箇所には自流戦力を投入し、突破されそうになった箇所を素早く援護するのだ。ゲームの話になるのだが、防衛戦ではこの自流戦力を担当しているのが経験豊富な上級プレイヤーだったりするぞ。臨機応変に立ち回り可能性を潰して回ってるのだ。しかし防衛側とは防衛目標が明確に存在するため、活動の場があくまで目標に縛られたものになってしまうのだ。そこで古代中国の軍略家が注目したのが、徐行を担う部隊を組織し運用するということだ。徐行を担当する部隊の役目というのが、自流戦力、予備戦力を拘束することなのだ。ただし間違えてはいけないのが、徐行を担う部隊の規模になってくる。原則的に敵の即応部隊を拘束するのが役目であり、部隊の規模などもこれを看過させない程度の数が必要なのだ。この場合敵の攻撃に対処する部隊を徐行が拘束し、攻撃目標の奪取に尽力するのが飛行ということだね。私の説明力不足で混乱している人もいるだろうから、簡単に話をまとめるとするなら、エース分隊等の勘のいい兵士を引きつけるのが徐行、攻撃目標に対し常に攻撃を仕掛けて動くのが飛行というわけだ。弱卒の部隊でも連兵を引きつけることができ、エースと戦わずとも戦闘に勝つことができたりするぞ。自分は敵を倒しまくっているのに、なんでか知らないけど負けているという時は、なんだかちょろちょろしてる敵部隊、これに気を取られているからってこともあったりするのでは。以上、雑な戦術解説でした。お疲れ様です。さて、我が軍はいよいよ敵の最終防衛拠点まで進行した。この格納庫を占領するためには奥の倉庫まで進み、旗の近くに行って軽装度を高く保たなければいけない。おっと、敵さんですよ。味方でしたね。味方だったな。ややこしかったですね。ややこしかったな。できることならなおみたい。おっと、お味方さんが吹き飛ばされました。アンディアシバガー。というわけで、これからは私に代わって戦ってくれる新兵二人の登場だ。パンプカパーン。ポン。皆さん、ただいま戦地に着任いたしました。琴ノ葉姉妹、妹の葵です。よろしくお願いします。本で、うちの姉の茜や気張らずゆるくやっていくで、今までは解説や小話等がありましたが、これからは終盤の実況パートを私たちが担当いたします。本なら動画の終盤ということで、ちゃっちゃか敵を片付ければええわけやら。現在我々は敵の抵抗が激しいので、正面突破を諦め側面攻撃を実施していますね。残りの投入戦力数も60を切ったしな。ひとまず弾薬を補給して次の攻撃に備えるわ。丘上からでしょうか。味方が狙い撃ちされているようですね。ほっといたら戦力減らされる一方や、倒れとる味方を起こして攻撃に向かうぜ。やはり狙い撃ちされているようですね。こっちの残り戦力が少ないからな。本体と離れとる連中狙ってゲージ減らそうっちゅうわけやな。しっかりと煙幕を耐えて突撃するしかないわね。戦力も減ってきているし、おそらく最後の突撃となりそうね。軍隊員さんも近くにいるみたいやし、準備はできとるみたいやな。ほな行くで。友軍戦車も駆けつけてくれましたね。戦車の直縁が荒れた、恐れるものは何もありません。
煙幕でここまで進むことはできたけど、遮蔽を取って少し様子を見た方がいいな。私たちがやられてしまったら、友軍兵士を蘇生する看護兵が不足してしまいますからね。そういうことや、待ち伏せも十分ありえるしな。大丈夫ですか？あと一押しです。頑張りましょう。よし、友軍兵士たちが一気になだれ込んだな。この調子で敵をバンバン倒すで、最後の突撃です。回復パックを配るのも忘れずに。よし、入り口を押さえた。ここを通る敵は全て撃ち倒すで。二人倒しましたね。しかし軽装ゲージが動きません。もう一人おったな。よっしゃ、あのラッター、敵が見えませんね。外に回っているのでしょうか。おっと、派手に撃ち込まれましたね。一度外に出て体勢を立て直しましょう。あいつらやってくれたな。返り討ちにしてやるぜ。くらえ。やられちゃいましたね。グレネードランチャー撃ち込まれるとはな。おや、軍隊員さんがこちらに向かってきているようです。待たせたな。蘇生支援感謝いたします。この戦い負けられない理由ができましたね。軍隊員さんの蘇生支援もらえたらな。勝ちたいって気持ちがマックス 100% やで。さて、そろそろ空爆支援が来ますよ。かなりの敵をやったみたいやな。味方さんナイスや。一気に流れ変わるで。伏せ撃ちしてる敵発見。ここを押し切れば勝利ですよ。中の敵は片付いたようやな。あとは外側にいる敵をやりつつ中央を取るで。あはは、敵戦車さんにやられましたか。それでも勝ちは勝ちやな。ウイチンを勝利で飾ることができたわけや。それでは私たちはこの辺で。実況を武将さんにお返しいたします。ということで、私たちは晴れて勝利することができたというわけです。やりました。トップ軍隊ですよ。優秀な軍隊員さんたちでした。皆さん、お疲れ様でした。さて、今回の動画いかがだったでしょうか。新コーナーも交えつつ今後も盛り上げていきたいですね。次回の動画のネタが見つかればまた投稿したいと思っています。リクエスト等があればお気軽にどうぞ。新モードも実装された BFV ですが、プレイヤー人口を新タイトルに随分持ってかれているようです。しかし、BF シリーズファンとして動画を通して、このゲームの面白さを伝えていけたらなと思っています。たまには BFV のことも思い出して1、2000でもいいので、プレイしに来てくださいね。それでは、次回予告やっちゃって。次回予告、ここの赤州ってあるじゃないですか。え、でもちょっと待って。ここの赤州どういう意味なんですそれ。古新聞的なそういうノリなんですか。新旧約聖書的なそういうノリなんですか。新古今和歌集はもっとそういうノリなんですか。次回、新和歌集でいいやろ。お楽しみに。